本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて本日はズボラノート術企画でございます。ズボラノート術企画というのは、普段このチャンネルでは仕事の生産性や効率を高めていくためのノートや手帳の書き方紹介していますが、視聴者様によってはちょっとお腹いっぱいと、そこまで書く時間もないし面倒だしと、作業工数大事なんわかるけどやっぱり手間けども、やっぱりちょっとでも生産性効率を上げたいんだよねっていうズボラな方向けに、ほんまに大事なところだけとにかくフォーカスした、そんな内容となっております。今日紹介していくズボラノート術はほんまに4つのブロックだけになっています。ここを抑えるだけで1日の生産性や仕事への向き合い方が変わる、めちゃめちゃ簡単なものになっていますので、もうタスク管理マジで苦手なんだという方もですね、まずはここをチェックしていただければいいかと思います。というわけで改めて今回の企画はこちら、ズボラな方必見、朝5分でできる1日が変わるノートテクニックということで、朝の脳の体操でございます。4つのブロックで1日の生産性と効率を上げていきましょう。というわけで実践ということで、今日も皆さんお好きなノートもしくは iPad を準備してください。ズボラノート術というのは冒頭でもお話ししたように、タスク管理が苦手な方、マルチタスク苦手な方、そもそもやろうとは思ってるけれども、そんなに細かいことは面倒だよという、そういった方向けの内容です。なので普段僕が発信しているノート術というのは結構細かかったりね、いろんなボックスが出てきますが、めちゃめちゃ絞って今回は4つのブロックです。しかも朝時間がないという方向けに5分間ぐらいでできる内容になっております。非常にシンプルで短い時間でできる内容ですが、押さえてるところはかなり重要なところになってきますので、ぜひ一緒にちょっと書いていきましょう。縦向き横向きどちらでも構いません。僕は今回横向きを使用していきます。でやり方なんですが、1枚のノート十字線書くように4つのブロックを作ってください。でいつも十字線が登場してくると、スウォット分析とか仕事の時間管理マトリックスみたいなのが出るんですが、今回それ出てきません。あくまでも4つのブロック。ではどのようなことをしていくのかですが、まず左上ステップ1ボックス、何を書いてほしいのか、これは避けては通れません。あなたのその1日のやらなければいけない予定を書いてください。ただ普段僕ね、縦線引っ張っていただいて縦のバーチカルで書いてねとか言うんですが、それさえも面倒いっていう方がいるので、箇条書きで構いません。何時から今日例えばミーティングがあって、何時から休憩があって、何時から例えば A 社さんにアポがあって、店舗にヘルプがあって、皆さんそれぞれお仕事によって予定があるかと思いますので、ステップ1には箇条書きでいいのでまず書いてください。たったこれだけなんですが、これを朝起きてやる、仕事前にやってるのかどうかで本当に変わります。例えば旅行行く時も、朝起きて何時の電車乗って現地何時に到着して、これぐらいの時間には例えば東京着いてるなみたいな、ざっと1日の工程って意識しますよね。あれと同じです。仕事というのはある種旅行みたいなものなので、自分が1日着地終了するまでの間にどの時間帯にどんなことを通過しながら1日を終えていくのかというのをざっと頭の中に朝入れることで、体感的にその日どれぐらい忙しいのかとか暇なのか分かります。これ何も考えずに向き合わずに仕事行ってタイムカードをしてエンジンかけんのって結構手間なんですね。朝起きた段階でちょっとずつこうね、エンジン温めていくことによって、もう仕事着く頃にはどんな一日を過ごしていくのかというイメージが出来上がります。もうほんまに書くのも嫌やという方は、もう Google カレンダーで自分の入れてる予定見るだけでもいいですが、まずは書いて自分の中で再度一日の工程をインプットしてください。そしてシンプルステップ2行きましょう。ステップ2、何を書いてほしいのか。
何も仕事が入っていないフリーの時間だけ書いといてください。はい。縦のバーチカルでしたら、要は線を引くことによって、どの時間ブランクかってわかるんですけども、意外と慣れないと、自分の時間何時からってすぐにわからない時ってあります。むしろ、例えば朝10時とか、昼の13時半って書いてた方が、見た瞬間にその日自分が、どの時間帯に何が入っているのかと、その日どの時間帯がフリーで予定が入っていないのか、もう数字で見てすぐわかるので、自由に使える時間の把握って本当に大事になってきます。やっぱり仕事ってしょっちゅう売ってますが、自分の仕事だけではなく頼まれる仕事もたらふくにあるので、状況によっては、え、頼まれたけど今日余裕あったかなとか、ミーティングとかこれがあったけど自分でそのタスク挑める時間あったかなみたいなことを考える必要が出てきます。そういった時に、フリーの時間はフリーの時間で箇条書きしておけば、仕事が舞い込んできた時もパッと見て、この時間帯空いてるから行けるなとか、上司とか同僚部下から急に頼まれた時も、そのノートさえ見てしまえば、どの時間帯空いてるよって即答ができます。もし仕事が頼まれて、じゃあこのフリーの時間に今日この頼まれた仕事しようとか、今日やらないといけない仕事があるからやっておこうみたいなものもセットで書いておくと、ステップ1と2見た時にもう自動的に、1はもともと決まっていた仕事、自分ではコントロールできないような仕事、ステップ2にはそれ以外の細々としたタスクですね、その日1日を構成していく自分がやらないといけないようなことがある程度ざっくりここに書き込まれてくるので、頭の中でも整理がしやすくなります。今日これ決まってる、右を見ると今日これやらないといけない。すべてをまとめてしまうと情報が混在して見づらいんですが、分けることによって今日自分にはこんだけの時間フリーの時間がある、そしてこんだけやらんといけないというのが把握できるので、より集中して物事を取り組みしやすくなります。ぜひステップ1、2分けて、その日何時から何が決まっているのか、そして何時はフリーなのか、かつ余裕があればそのフリーの時間に何しよっかな、メモ程度で構わないので分けててください。まずこれを書くことで一日のスケジュールどんなものなのかの意識がしやすくなってきます。ではここからですね、ラスト2ついきます。何を書いていくのかなんですが、皆さん仕事っておもろいですか？楽しかったりワクワクするようなイベントがある日って気持ち乗りますよね。ぶっちゃけな話、残業者もあんまり苦にならないのに、逆に自分にとってあんまり良くないことが発生する日ってありますよね。クレーム対応とかトラブル対応とか、重役が出席する会議に出ないといけないプレゼン大会みたいに、自分にとってストレスプレッシャーがかかるようなことが発生すると、その日って嫌ですよね。なんやったら寝る前からめんどくさいし、朝起きた瞬間もう行きたくないってなりがちです。はい。ただ残念ながら仕事ってそういった若干マイナスの要素の方が多いんです。だからこそステップ3、左下のボックスには朝起きてもう面倒なことをちょっとメモっといてください。会議が面倒いとかね、研修が面倒くさい、打ち合わせが面倒くさいとか、新商品提案が面倒くさい、いろいろあると思います。まず自分の中で今日なんか気持ち乗らへんな、面倒やなっていうものを書いてください。書きます。書くことによって視覚化しますよね、頭の中のが。これなんでわざわざ書いたのかというと、問題はステップ4なんです。3はもう書くだけ。書いたことによってまず頭の中で今日何がめんどくさいのかがイメージされますよね。大事なのはそのめんどくさいのがなんで面倒なのか、簡単でいいのでステップ4に書いておきます。会議がめんどくさいとステップ3で書いた場合は、ステップ4になんで面倒なのか、例えば売上報告とかね、それ指摘されるとか、予算割りしたからとかで、クライアントさんとの例えば打ち合わせがめんどくさい、見積もりの値段が高いからもっと下げろと言われるとか、クレームされクレーム対応がめんどくさいとなった場合、何のクレームなのかをメモります、ステップ4に。3はあくまでもなんかもっと大きい括りですよね。大きく自分が面倒なこと、ステップ4でそれもう一段階細かくします。これ細かくするとね、書いてる最中に頭の中でどんなこと準備しとったら避けれるかなってなります。
あー会議めんどくさいな、ステップ3、ステップ4でこのこと続かれんねやろうな、どういった言い方したらそれ耐えれるかな、避けれるかなとかです。あークライアントさん行くの面倒やな、見積もりチェックしてまた値段下げろって言われるんやな、もう言われるの分かってるからちょっと情緒確認取っとこかとか、そういった流れになるんですね。例えば後者の見積もり金額を下げる、情緒に確認取る、もしその段階でね上昇がもうあそれ下げれんよと、それで頑張れって言われた場合もう決まったんですよね。クライアントさんに見積もり出してそれなんとかならないのって言われた時にもうすでに確認しているんですけれどもやっぱり無理っぽいですっていう、その瞬間に一旦そのやり取り終わるんですね。このように事前に自分がその日障害となってくる、トラブルとなってくるような種一段階分析して、ざっくりでいいのでどのような行動、どのような考え方をしておけばそのトラブル若干抑え込むことができるのか、ここまでを何度も言うみたいにざっくりやってるだけで一日の動き変わります。わざわざ電車の中でモヤモヤしてめんどくさいこれある嫌やなってならないです。もう向き合わないといけないこととか、やらなければいけないことの大体ガイドが決まるので、よっしゃもうこれでやっていこうと思って仕事スタートできるんですね。もちろん本当は作業工数であったり、この仕事誰に任せるとか、いろんな優先順位も出てきますが、仕事の生産性や効率低い方ってそもそもモチベーションが乗ってない方が多い。あとは自分が決めたことなのに仕事と向き合わないから、どのような行動をすべきなのか、そこにちょっと目を背ける時があるんですよね。そういった自分が決めたことにちょっとこうなんか壁を作ってるケースってあったりします。だからこそ朝5分でざっとこれ書いて意識して仕事に挑む、出勤するまでにまあエンジンねしっかりと温めておく、状況を作っておく、これが今回のズボラノート術です。はい、というわけで今回はズボラノート術、朝5分でできる超簡単4つのブロック説明しました。いかがでしたでしょうか。マジでそれぐらいと思うかもしれませんが、それをやるかやらへんか、ほんまちっちゃなことをやるかやらんかでほんと結果って変わってきます。生産性高い方とか効率が高い方、効率がまあうまくいってる方ってすんげー才能があるわけではなくて、当たり前のこととかちょっとめんどくさいことを丁寧にコツコツやってるだけなんですね。朝数分でいいね、朝数分で構わないので、ぜひ一日の行動を先読みしてちょっと予測立ててみてください。その日一日の行動がググッと変わってくるかと思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。